今回はこちらの2本を比べてみました。まずこちらのラケットは7枚合板となっております。スティガのグリッパーウッドという卓球ラケットです。非常に有名な卓球ラケットで、卓球選手がよく使っています。プロ卓球選手が使っています。特徴は7枚合板で弾みがあり、しかもこのラケットは他の7枚合板より板が柔らかくなっており、回転がスピンが、ボールにスピンが非常によくかかります。スピン重視の7枚合板という印象でした。カーブドライブを打つとすごいボールが曲がっていきます。かなりスピンがかかっているとわかります。あとは強打した時にかなり威力が出ます。板が柔らかいので一旦こうボールを掴んでドーンと飛ばしていくという感覚がありました。ロングセラーでもうかなり世界的に売れているラケットなので、ぜひ一回は試してほしい卓球ラケットになります。こちらのラケットは、こちらも7枚合板ですね。7枚合板の卓球ラケットで、先ほどの卓球ラケットに比べて、スピードが出る、飛距離が出ると感じました。板自体は先ほどのラケットの方が柔らかいと感じました。先ほどのラケットがスピン重視という感じでしたが、こちらのラケットはスピードと飛距離が重視されていると感じました。中陣、後陣からドライブを打ってもラケットが飛ばしてくれるので、中陣、後陣から非常に攻めやすかったです。卓球ラバーがスピン系のハイテンションラバーを使っている方におすすめです。台から下がって攻撃する方もにもおすすめです。あまり弾まない卓球ラバーを貼ってもラケット自体が飛ばしてくれるので、ボールを飛ばしてくれるので、あまり弾まない卓球ラバーでもかなり使いやすく感じました。こちらは前陣の方にはちょっとおすすめできないかなという感じです。ドライブを中陣から打つ方、後陣から打つ方におすすめできる卓球ラケットです。やや中級者、上級者向けの卓球ラケットになります。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。